はい、どうも、こしこです。横尾釣り、やっていきたいと思います。10章ですね、入ったとこです。やっていきましょう。驚いたのはまさかの UFO にあんな大物が乗っていたとは。あいつ大物やん、やっぱ。ごとってそんな人がやってたの？サキちゃん、あ、サキちゃん出た。もうすげえ、デビルやん、サキちゃん。完全に。もちろんよ。ニアとヨカールドの長い歴史の中でも、トップクラスの凶悪ヨカールドだから、サキちゃんでこれ何なのな、モチーフは。シャーリマン！あ、当時のエンマ大王でも、やつを通用するには相当手を得たらしい。まあ、スカイシャリマンはシャリやからさ、寿司やん。サキちゃんは何なの？天ぷらの何なのあれは。そんなヤバいやつだったのにゃん。宇宙に通用されて戻ってくるなんて、とんでもない化け物だに。すごいよね。ビルとかニョキニョキ生やしちゃうし。ああ、想像力。夢を形にする力とか言っていてな。UFO 騒動のおかげでパワーアップしたらしいが、あんな大きなビルまで建ててしまうと恐ろしいやつだ。一体彼はこれから何をするつもりなんでしょうか。世界を新しく作り変えるとか言ってましたけど。サキちゃんもええキャラしとんな。なんかええキャラというか、ええ見た目しとんな。我々妖怪ヒーローも事前に奴の動きに気づき、あの UFO を追っていたんだが、目的については結局つかめなかった。クライヤー！でもやめることを考えてるだけは間違いない。早く止めなきゃ。デビルっぽいけどな。こうなったら模倣は一つしかないな。ええや、あの UFO が作り出した超高層ビルに突入しちゃおう。おお、突入か。オッケー、グッドな作戦だ。俺たちバスターとも協力するぜ。本気でありますか？こちら掴んだ情報ですと、あのビルの周りには強力なバリアが張り巡らされているでありますよ。なるほど、バリアか。お、上手突破できる？それだったら私に任せてくれ。バリアを破壊するいいアイデアがある。おお、天才スティーブ・ジョージ・デビス。いや、すんません、プレシャム向こう。社長のマークと少し話したいことがある。おお、来た。やっぱ助けてくれるのが上手。バーバッバッバンバッバーバッバン。では、プレシャム向かいましょうかね。社長室行きます。社長室。社長室。はい、どうも。タッチバーグさん。マーク、君に話があるんだが、君が言いたいことはもう分かってる、スティーブ。ニョキニョキ入ったあのビル。それに入る方法を相談しに来たんだろ。さすがな、林が早くて助かるよ。さすが電車同士。すぐに分かり合っちゃったにね。で、どうするんだ。あは、いよいよあれを使うときが来たみたいだね。お、あれとは？なんやなんや？あれ？いやさ、私もあれを使うしかないと思う。なんだに？でもスティーブ、あれにはまだ一つ問題が。お前たち、あれはまだあれの状態だったな。え、だからあれって。ああ、あれを使うにはあれを持ってあれしないと。あ、ベタモン入ってまう？うるさいのにさっさとあれ何か教えろだに。おっと、すまない。ついいつもの感じで話し込んでしまった。あれの状態、それは直接本人に会った方が早いかもね。本人？オーシャンフロア？あ、あれサメ？あのサメかな？もしかして、あれっていうのは。あいつか、あのサメのことか。確かあのサメで何か破壊するって酔ったわ、確かネタバレリーナが。いつかあのサメで何かをぶち破るって。酔ったわ、セーバー。酔ったけど結局ぶち破らんかったんだよ、あいつ、あの時。あ、今回の時。あ、そういうことか。こいつやろ、絶対このサメやろ。絶対そうやろ、これ。なるほど。そういうことね。確かネタバレやったな、とんでもない。うわ、うまいことしてきたな。あれってまさか、この下のやつやんな、絶対な。こいつやろ。来るぞ。あ、来たワイシャーク。おー、ご無沙汰やな。久しぶりにやんね。まさか、あれってワイシャークのことでウィス？あー、こいつの通りなビルのバレードで突き抜けるだろう。うひゃー。もちろんね、ワイの通りめっちゃ硬やからな。すげえな。やろ。せやけど、一つだけ問題があるんや。うん、そのたった一つがあまりに大きい問題なんだ。なるほど。海から出られへんとか、そういう感じ。まあ、地上では動かれへんねん。水中専用やから。マジか。まあ、メカとはいえ、魚ですからね。確かネタバレの言う通りになるな、これ。この水槽ビルの前まで運ぶかい？それでは時間がかかりすぎる。他に方法があればいいんだが。ロケット！ワイシャーが地上でも動けるようにロケットエンジンをつけたらどうかな。簡単に言うが、プルシャにはロケット専用エンジニアなんていないぞ。確かにここにはいないかもしれない。でも私たちはロケットに詳しい博士を知ってるよね。キュウリ博士だね。うわ、来た！繋がった！なるほど、当てがあるんだね。はい。ついに日本に戻って私その人呼んできます。だったらそれ闇に任せるぜ。来たー！全員の力が集結って感じやな。キュウリ博士。お、もう勝手に変わった。ありがたい。キャッチ！ここから変わるんかよ、しかも。
ヒューリー博士呼びに行きまーす。ヒューリーちゃん、ヒューリーちゃん。わー、でもネタバレリーナのあれがまさかの伏線やったとはな。気づかんかったわ。見てよ。ペロン。あ、マジで。もう歩けってことやな。まあいいけど。ワープしまーす。ヒューリー博士だって病院おるんか？あいつどこにおるんやろ、先輩、あいつって。あいつ、結局、退院したんかな？あ、なんかあれからあんま出てこんなったよな、あいつ。あのロケット飛ばしてから。どこにおるんや？おう、福北病院ね。探そう。多分変なとこおるんやろな、あいつ、ほんま。もう動くな、ほんま、ヒューリー。福北病院で、行っちゃおう。夜でもええんかな、これ別に。大丈夫っぽいな。なにうざし。ゴールは近づいてる。近いぞ、ゴールは。行くぞ。またボスに勝てるかっていう一番の課題やけど、多分大丈夫。なんたって俺にはプラチナ鬼がいるからね。じゃあちょっとお願いが。あれ？いないんですけど。どういうことだに？はうわー。ダメでした。手とかで帰るわけにいかないよね。やるだに。よし。知ってそうな人。まあ、受付やわな、そらすがにな。ね、病院の受付が知っとるかな、ヒューリー博士の場所なんか。破れかぶれ院長とかでしょ、おるんかな、もしかして。まあ、でもどこやろな。ヒューリー博士がおりそうな場所ってどこなんやろ。お姉さん、あら。ヒューリー博士なんですけど、はい、昨日マジか、タイミング悪すぎ。ええ。帰っちゃったってこと？こちらゆっくりされるみたいですよ。あぶねえ、ギリギリセーフ。どうしようもないといけないです。ヒューリーさんの行きそうな場所。あ、そういえば、何です何です？ヒルナンデス？よく外出許可をもらって、そよ風ヒルトンの表体客物館に行かれてましたね。ほう。なるほど。やるなに、行くなに。ヒルナンデスやな、これ。行きますか、表体客物館に。中に入りましょう。オッケー。行きまーす。突入。お、2階か。2階の？お、館長とかおるんかな？いや、俺っぽい。おーらへんのかい。あ、助手、何かな？この人間は確か、博士の。こんにちは。どうして君が博士のこと？どこですか？どうしても会わなきゃいけないんです。お、さっきも一緒だったんだが、この国の去る前に立ち直るきっかけとなった場所行っておきたい。あ、ロケットのとこか。もしかして、大森山谷？ですよねー。おう、ほう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 、行こう行こう行こう。行けない行けない、行こう行こう行こう。よっしゃ、行こう、この助手、どっちでもええぞ、ほっとけ。こんなモブキャラええぞ、ほっとけ。行くぞ。おった。起きろ。メロン。来た。おっしゃ、もうこれで、多分俺っぽいぞ。おった。オッケー、おったー。おっしゃ、ヒューリー。ヒューリー博士。こんにちは。君はなぜここに。お願いがかって博士を探していました。どうか一緒に来てください。博士の力を必要としている人がいるんです。正確な人じゃないですけど。てんてんてん。来いよ来いよ来いよ。ヒューリー。やるなに。なっちゃなに。やれ、ヒューリー。来い。って言っても聞こえないだにね。チビの今を守るために私の力がいるということか。なに博士？見たことが見えてるだに。ああ、ここでロケットを飛ばして見せてくれてた時からずっと見えていたよ。黙っていてすまなかったな。博士にも事情があったんだに、だからいいだに。それをようやく言えるだに。サンキューベリーマッチだに。たくさんサンキューベリーマッチだに。ああ。感動の物語。よっしゃ、来いよ。じゃあ、ヒューリー博士。これで断ったら本番をしばきますぞ。やるだに。どうしても必要なんです。事情聞かないと答えられない。オッケー、行こう。行きますか、じゃあ、調子どう。ヒューリー博士、足早いな。めっちゃ足早いな、ヒューリー博士。行くぞ！よっぷるしゃえ、ワープ！ててて、なんかこの部品とか必要になるっぽいな、これでもなんか。驚いたな、まさかこんな世界があったとは。おー、来た！へい、いや、待ってたよ。彼がロケットに詳しいスペシャリストか。ロケットの第一人者。ヒューリー博士だに。よろしく。ヒューリー、僕はマーク・シャッチーバーグだ。私はスティーブ・ジョーズ。
これで役者揃ったね。しかもミーティングルームで話そうか。やばいメンツ揃ったぞ、これ。半端ないメンツだな、これ。ミーティングルーム行きまーす。お、来た。シャチ。はい。なんだ、心が踊るよ。もしかしたらこのミーティングは、妖怪と人間の歴史に残る素晴らしい瞬間になるかもしれないね。すごいぞ、この瞬間は。おー、一番に寝とるやん。寝たあかんぞ、あいつ、ほんま。え、ってんまさか人間というかが共同作業とはね、人も予感も関係ないさ。ここにいるのはただ、3人のエンジニアだ。そうだろ？いいねー。ああ、違いない。イエス！確かにな、それでは説明を始めようか。イエス！かっこええな。ほう、図形や図形。我々の目的はシンプルだ。やるべきことはたった一つ。ワイシャークを地上で活動可能にする。アラノドリルならバリアも壊せるはずだからな。だがバリアを破壊するのであれば、勢いをつけてぶつかるのは効率的だ。であれば足をつけるのはナンセンス。走るよりもより速度が出る方法がある。つまりロケットエンジンが最適だと。イエス！その通りだ。理解かけて助かるよ。あと足をつけるとデザインが損なわれる。あのフルームは壊したくないんだ。リアルめてとこ。なるほどな。プロジェクトの弱理解した。いけるかね、ヒューリー博士。ああ、問題ない。おお。いけてまん、そんな簡単に。まあ、必要なもん集めてこいみたいな感じだ、多分。天才さんに共同作業。やばいな、これ天才さんに揃ったで。見とうだけやからな、こっちはもう。これは熱い展開ですな。燃えますな。私たちの出番なさそうでもいいっすね。と見せかけてなんか絶対取ってこいってならないで、これ絶対な。お、てんてんてん。責任を持って進めておく。君たち一足先に入用ましてに向かっていてくれ。だったらそこにある よっぽどさえ行くといい。うちの社員たちに僕の方からちゃんと事情を話しておくからさ。ほう、なんか別ミッションがあるんかな、これ。オーケー。ミョン。よーし、行くぞ。何するやろ、ここで。おう、いつも掃除できまーす。あ、なんかおった。おったぞ。こいつに話しかけて。はい。はい。もうしばらくこっちにお待ちくださいと。しししかわいそう、どれがかかるのかな。時間がかかりそうですよね。なるほどね。なったったに。おー、これなんか戦闘かな。早っ、めっちゃ早いやん、こいつら。みんなも待たせたな。いや、待ってないや、あんまり。やっぱりスピード大事だよね。ユーザー待ってるなんてナンセンスだ。めっちゃ楽しそうやな。どこにやん、ワイシャークは。ああ、もうすぐ来るよ。きっとあれを見ればみんな驚くはずさ。お？空飛んできた？うーわ、かっこいい、ワイシャーク進化系やん。かっこいいな。ワイシャークエア。これも多分妖怪としておるんかな。んどや、このシンガーブドボディ。横からワイは、ワイシャークエアや。やば、すげえな。MacBook Air みたいなもんか、これ。そういうことか。なるほどね。後ろのけてんにはめっちゃいけてるやろ。で、ワイシャークプロとか出てきたらいつか。かっこいいなに。ふむ、動作に問題なしそうだな。我々の技術の粋を集めたんだ。当然の結果だろう。いい仕事できてよかったよ。いいね。ほう。サンキーベリーマッチだに。ほな、行きまっか。よっしゃ、行くぞ。ワクワクしてくるな。でも本当にドリルでバリアが破れるんですかね。なーに、心配しなさんな。ワイは誰やと思ってるんや。ワイはワイシャークや。ワイのドリルは、テントとバリアを貫くドリルやで。ワイシャークやからワイなんやろな、これ多分口癖がな。よくわかんなくていいね。準備ができたらワイに言うやで。すぐ突入したらさかいな。オッケー、頼もしい。ワイシャーク欲しいな、こいつ。かっこええな、この妖怪。オッケー。はい、どうかです。今回はこれで一旦終わりまして、次回またこの続きからやって、もう突入ですね。もうかなり終盤来てます。終わりたいと思います。ありがとうございました。